ギオルギ・マカリーゼは、ジョージア・トビリシ出身のサッカー選手。スペイン・セグンダ・ディビシオン・ユーディ・アルメリア所属。ポジションは GK。ユース時代を FC ・ディナモ・トビリシで過ごし、2009年1月に、ルマン FC に移籍。2011から12シーズンは、リーグルで27試合に出場。2013年に契約満了後は、無所属状態に陥る。 2014年7月1日、CD ・フェイ・レンセと契約。加入1年目の2014から15シーズン途中から、先発 GK を任され、2015から16シーズンは、リーガープロながら36試合に出場。チームは、リーグ3位に入り、2011から12シーズン以来の、プリメーラリーガ復帰に導いた。2016年7月1日、モレイ・レンセ FC と契約。 一年目の2016から17シーズンは、先発 GK を任され、リーグ戦33試合に出場。国内カップ戦、タッサダリーガでは、決勝戦で SC、ブラガを1-0で下し、初優勝を飾った。しかし、2017から18シーズン以降は、出場機会を失い、同シーズン途中に移籍したリオアベフシーでも、不出場に終わり、 2018から19シーズン途中に、ビトーリア・セトゥーバルに移籍。加入後は再び先発 GK を任され、トップリーグ残留に貢献した。2020年9月12日、UD アルメリアと2年契約を結んだ。FC ディナモトビリシのチーム2時代の2007年に、ユース代表を経験することもなくジョージア代表に、招集され、9月12日のアゼルバイジャン戦に17歳で、 フル代表初出場、ありがとうございます。